プレッシャーが相当プレッシャーがあるということでございますので、そのプレッシャーに打ち勝って頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。
ナイスショット。はい、もう一回。
打てども打てども右や左の旦那さんもうひどい状態でしてドラゴンだけもまっすぐ行きました。すいません、あの最初にドラゴン取られた方申し訳ないんですよ。これで今日馬も取らさせていただきました。ありがとうございました。これで先ほどあの稲井さんに聞きました。稲井さん馬は取られませんでした。僕は4億そんな勝手に4億。稲井さん全然勝ってない。じゃあ私4枠で、あのすいません、他人のあのすまん、ふんどしもう大変あの気の毒でございましたまあ他人のふんどしであの相撲を取らせていただきましてありがとうございました。花ボタです。まあそういうことはあの、まあ、今後ないようにですね、次回はあの、少し、きちっとあの切磋琢磨いたしましてですね、皆さんのご期待にあのあの添えるようにですね、もう期待しない洋楽ごめんなさい。それで一緒に待って藤野さん、ハグさんきついかどうかちょっと言ってください。ちょっとこれきついですよね。私ちょっと手を抜いて打ってるかどうか分かるでしょうし、ね、これはね無理そうでしょ。だから、まあ、犯人はやっぱりダメだと思ったんですよ。適正なんで、今ので。いや、あの、待ってくれ。誰ですか。一緒にやってても、覚えてもらえばいいです。はい、次回頑張ります。ありがとうございました。優勝者のスピーチらしい。最初にあの9月26日、伊豆にカントリー、予約したんですけど、私の、あの友人の息子の嫁さん、伊豆にカントリーのね、フロントにいるんですよ。その関係でね、安くあの取ったんですけども、そのセルフカート、食事なし、それから消費税は外税、それで9500円なんですけども、9500円っていうのはね、あの施設利用税が内税なんですよ。ってことは9500円から950円、あの引いた金額が実際のプレミアなんですね。でそれに昼食代足すと、大体あの1500円ぐらいの食事をして、あの出来上がりが9950円で で50円ぐらいお釣りが来るそういう状況なんです。で先週の火曜日行ったんですよ。そしたらね、その栗原大学のね18期の OB 会の連中と16人ぐらいでやったんですけど、一人がね、安いって言っちゃったわけですよ。でこれで、ね、コンプリです、これやられるとね、その機械の生産の機械の横にいるカウンターにね、私が頼んだ人がいるわけですよそうするとね、その安いって言われちゃうと困るんで、絶対にその生産する機械が出てきても安いってことは言ってほしくない。高いは困るけども、まあ黙って生産してください。
これはね、全部お願いします。ここは黙って、マジやろ。絶対ね、安いっていうのは恥ずかしいやんとしてしないとね、私ね、次回からね、その割引もらえなくなるから。お願いします。今日は、パートナーは鷲見さんと、それから佐藤浩二さん、それと永井さん、うん、3人で、でも大物ばっかりですね。大物若いのは稲井さんだけじゃない。まあ天気は悪かったけど、まあ、あのパートナーは良かったし、ちょこちょこやあのミスもしましたけど、まあまあそれなりに仕上げて、まあ、こんな形になっちゃって、観光会入って、私今日がね6回目なんですよね。去年の3、4、5、3、6、9、10、12、から今年の3月で今回で、2位が2回の、3位が1回、5位が1回、4位が1回、全然優勝ないのにね、判定がどん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 下がってくる。で困ったなと思って、たまたま今日あのこういう形でね、あの優勝させていただいたんで、あの非常に嬉しく思ってます。次回は新井さんと2人でですね、まあ、あの繰り越し金もたくさんあるようなんで、豪華な商品を揃えてですね、バーッと使うっていらっしゃると思いますんで、あと農業ふれあいセンターっていうのができた、あの道の駅のちょっと北側川さんの横田にできたんで、あそこでね、バーベキューができる。で今、新川のあの多目的広場のそばのバーベキューは全部今禁止なんですよね。ほんでみんな市はね、そのバーベキューやる人はみんな向こうのやつを農業ふれあいセンター、あそこでやってくださいっていうことなんですよ。ところがそのふれあいであそこでやろうと思ったら、まずそのお客さんをね歓迎するっていう意識がね、八千代職員にね皆無、何もない。あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないばっかり。それからね、古民家と同じだね、肉は持ってこい。それから野菜は道の駅で買って、あそこで切ることはできない、全部家で切ってこいと。それからね、去年11月にインターネットに調べた時は、そのバーベキューのセット、テーブルと椅子が600、それとあの網と、それから焼きそば作る鉄板、これ全部入れてね、6人で3000円だったんですよね。1人500円です。で今年4月にインターネットで調べたら、その3600円値上げしてる。それで7月にやろうとするとね、11時から3時までしかできないから、そうすると日がさんさんと照ってるから、パラソルを借りようと思うとね、この借夜が800円と。それから、笠台からね、村本団地までバスで行くと280円だったら、今300円値上がりしてるんですよ。あとバス代使ってね、パラソル借りて、テーブル買って、でしかも歌歌っちゃいけないね、いろんな禁止項目がある、柔軟項目がある。こんなことはもうやめようということで、私あの千葉県立船橋市民の森ですか、あそれアンデルセンの、あそこはね、バーベキューがあって、あれ、僕の本人で、いつも言えて言われますね、良きパートナーに恵まれましてね、いらっしゃらないけど、安藤さん、それからアマンさん、それから須藤さん、それから私と、そのパーティーで回りましてね。それがいいパートナーなの。これでね、横山さんが入ったら、おそらくダメだったんじゃないか。足が取られた。それで今日はですね、いつもはある程度うまくいくと必ず右左に曲がるんですよ。それでもいつもそのミドルでも8つ叩いたり9つ叩いたりするんですけども、今日はあの力を抜いてですね、たまたまうまくいきましてですね、 OB もなし、だからある程度まっすぐいったと。47っていうのは私のベストスコアに近いんですけども、宇賀さんで出すことができました。今日はどうもありがとうございました。須藤でございます。
お話になりましたように新井さん今日はですね全部 T シャットはセンターまっすぐだいたい200から210、220ぐらいのあ、220だと思われたセンターまっすぐでですね素晴らしい T ショットを放たれました。私は第3位ということで光栄なんですけれども実はハンディが34あるんです。もう恥ずかしくて3位っていう光栄なんてもう本当に恥ずかしくて、でも私ゴルフやって、まあ、20年ぐらいになるんですけども20年後になるんですけども、こんな今日3位っていうこういう光栄っていうのは、3回目ぐらいですか。本当に嬉しいです。もう今日さっきいただきましたけども本当に嬉しくてありがとうございました。でもまたですね、この次はハンデ31早く20代になってくるよ。あるんで、まだ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 活躍できるんじゃないかな。あと何、今新井さんがおっしゃったように横山さんが言ったら絶対ダメだったんです。横山さんが一緒でした。残念ハテナが悪かったね。そんなに悪くはなかったですよ。パターがカップの1センチぐらいのとこに全部4回ぐらい止まっちゃった。お岩さんらしくないんだ。だから吉松さんがそこに止めるのが一番難しいよ。その結果がこれです、はい、もう今度は次はまた頑張ります。見せられてた。
ちゃそうです。そりゃそうだよね。なことないですよね、有野さん。今日ね、一緒に回ったけどね、これはダメだったら次を目指しますよね。岡本さんはね、それを無視して、すごい。楽しみ方が違うんだよね。今日はもう、有野さんとね、もう一緒にね、ゴルフの王道をやりましたよね。まあ、いいじゃないの。あなたのゴルフをやればいいぜ。僕は僕のゴルフをやってんだから。いいですか？もういいですか？もうちょっとじゃあ、いいですか？僕が感じてんじゃないんだよ。全てすごくパンオンしたいなと思ってゴルフをやってた。ねえ、それまだ無理ですよ。若いから。私なんか今ね、はっきりとね、この間、先週の火曜日、泉カントリーって、でね、42、43で回ったの。だけどね、要するにアプローチ、ここの辺、去年までのアプローチとパターが悪かった。ここはね、アプローチが戻ってきた。だからこうやってやるとね、大体ピンのね、2メーターか、なくも3メーターぐらいのところに止まるんですよ。ってことはね、先週の火曜日はね、下が湿ったから、